昔々、深い山奥に一本の大きな木があったそうだ。この大木の青々と茂った葉っぱには不思議な力が宿り、村人たちはこの大木を御神木と崇め、慈しみ大切にしてきたのじゃ。この御神木には人には見えぬ秘密があった。年に一度天界と自然界が交わる日、大木は天と通じる扉となるのじゃ。ほれ、じーっと耳を澄ませてごらん。お前にも聞こえるじゃろ、天女たちの声が。ねえ、みんないいかしら？ちゃんと約束できる？歯衣を手放してはいけないこと。大雨に気をつけること。そうよ。でもそれだけじゃないの。遠い昔、私たちのおばあさまの、そのまたおばあさまのお話。人間の男の人に捕まって、そのまま二度と天には戻れなくなってしまったのよ。お姉さま、もう何度もその話は聞いたわ。それより早く行きたいわ。この日が来るのを一年もずっと待っていたのよ。早く行きたい。仕方ありませんね。マヤ、あなたは年長なんだから、小さい妹たちから目を離さないでね。わかりました、お姉さま。みんなもくれぐれもマヤお姉さまの言うことを聞くのよ。はいはい。羽衣ちゃんと持った？持ったよ。こっちよ。待って。ついてきて。キャー！キャー！ねえ、あれ見て。なに？大きい！きれい！光ってる。あれが御神木？そう、人間界と通じる扉よ。
ねえ、いいでしょ。そうね、じゃあ少し行ってみましょう。わあ、一緒に行こう。あ、誰かいる。あれが人間、怖いの？し、静かに。ねえ、何してるのかな。あきも見たい。僕も見る。ちょっと、それ以上近づいたらダメよ。大変、雨よ。早く逃げて。早く、こっちよ。急いで。あ、お姉様の羽衣。私の羽衣もこのままじゃ天に帰れない。今宵天界と自然界交わる、なんということだろう。私の腕に、ああ羽衣よ、戻ってきておくれ。雨と稲妻が自然界追いやる。見つけるわ、お姉様、あなたに新しい
雨の中泣いてる君は誰？震える森で輝き放つ雨の中泣いてる君は誰？震える心抱きしめながら愛しい子愛しい子僕の笛で君の心に寄り添えるかな。これ君の落とし物？ありがとう。君ここの子じゃないよね？はい。お姉さま、その方は誰？私たちは天界のものです。はい、私たちはこの姿を人間に見られてはいけないのです。すみません、森で偶然出会ってしまいました。どうかこの方を責めないでください。この方は羽衣を失って森でさまよっていた私に羽衣を届けて救ってくださったのです。でも掟を破ってしまいました。お姉さま、私、どうしたら？マヤ、あなたが決めなさい。私たちはあなたを信頼し、心から愛しているのよ。みんな、お姉さまの味方よ。どうか、怖がらないでください。僕は何もしません。そのようですね。どうか、人間の方、このことは。今日はね、年に一度の特別な日なのよ。特別な日？天界と自然界が交わる日なのです。さあ、マヤも無事に見つかったことですし、今宵のことは夢のごとし、他の人には内緒よ。さあお姉さま、みんなで宴の続きをしましょう。みんなありがとう。